何度もネットで見たこれですよ。これどうも、ビーズのトークジムにようこそ。ビーズ専門解説の厚司です。人生で初めて津山に来ました。今日はですね、思いっきり津山を観光してですね、皆さんに楽しんでいただきたいなと思います。それじゃ行ってみましょう。桜の季節に来たんですけどね、まだ桜がそんな咲いてないんですよね。せっかくね、津山に来たんでですね、とりあえずお腹が減ったんですよ、僕。やっぱりね、津山に来たらホルモンうどんがやっぱり名物なんで食べないといけないですね。というわけで行きましょうか。なんかこう、風情があるって感じの街並みですね。なんかね、こう稲葉さんもこの辺歩いたのかもしれないと思うと、なんかドキドキしますね。目指してる店があったんですけどもね、夕方5時半からしか開いてないらしくてですね、ちょっとね、今駅の方面に戻ってます。こういうトラブルもですね、旅の面白さではないでしょうか。あ、めっちゃ美味しかった。ごちそうさま。全部でね、200段あるらしいんですよね。めっちゃ登るやん。稲葉さんが登った、よく登ったであろう階段ですから、一歩ずつね、噛み締めて登っていきたいなと思います。すごい角度。じゃあ行きましょうか。コンディションとしては結構きついんですよね。右手に傘持って、左手にカメラ持って、リュック背負ってるんで、しかも地面びしょ濡れなんで、これは息が上がるな。これは結構大変だわ。まだこんなにあんの。じゃ行きましょうか。確か、あの石碑の中に稲葉さんの文字があるはずでは。あった。おお、はい。ここがですね、稲葉さんの石碑ですね。登ってきて左側にね、ありますんで、これ皆さんもよかったらね、一度見てもらったらと思います。さ、そんなこんなでやっと頂上です。何も誰も人いないけど、すごいいい眺め。
ますように、いいことありますように、いいことありますように。稲葉さんもね、散々お賽銭を投げてる神社だと思うんでね、多分僕にもいいことあるはず。稲葉化粧品店、何度もネットで見たこれですよ。これですね、この津山の城下町っていうんですか、今そこを歩いてます。で今からね、津山城に向かおうかなと思います。情緒があるというか風情がありますね、この辺ね。今日ね、まあ、思いっきり見ての通り雨なんですけども、このね、雨がね、逆に合うというかね、そんな感じの場所ですね。いや、まあ、それ晴れてるに越したことないんですけどね、もちろん。だけどこの雨もね、こう雰囲気が出ていいかなと僕は思います。これで林田町じゃなくて灰田町って呼ぶんだ。見えてきました。このあちらに見えるのがですね、津山城ですね。ちょっとね、今からそっちの方に行ってみたいと思います。やっと津山城に着きました。じゃあちょっと行ってみましょうか。風情のある道ですね。ちょっとこのままね、上まで登っていきましょうかね。綺麗だな。稲葉さんも登ったであろう階段をね、登っていくことが何とも言えないプレジャーを呼んでます。足の筋肉がだいぶね、もうパンパンなんですよね。あ、これすごいね、綺麗だね。なんか桜のね、名所なんですけど、まだね、桜が咲ききってないんでですね。これ夜とか絶対綺麗だもんね。もうこの辺なんかはね、もう桜ががっつり咲いてますね。こう雨の日に見る桜もね、悪いもんじゃないですね。じゃあせっかくなんでね、このまま中に入っていこうかなと思います。ちなみにですね、入場料は310円でした。桜祭りはですね、3月の25から4月の9日までやってるそうですね。もう1週間遅くてよかったかな。まだ上がんの。これすごい、これ桜満開だったらめっちゃ綺麗でしょうね。よし、行ってみようか。この灯籠がね、すごいね、めちゃめちゃ綺麗。これ夜来たら絶対雰囲気いいでしょうね。ほら、こんな感じ。以前ほら動画で皆さん覚えてますかね、彦根城行ったんですけども、彦根城よりかですね、よりしんどく感じますね。一段下が遠い。ちょっとこう眺めなんか見ますか。稲葉さんもね、きっとこの風景をね、見られたんじゃないでしょうか。これで頂上かな。すごいけど、なんかこういうところでビーズがライブやったらめちゃめちゃ面白いですけどね。さすがにないか。すごいいいね、こうデートスポットですね。これはいいわ。津山市を一望できるこの眺めをですね、今日皆さんに見ていただこうかなと思います。下見るとこんな感じですね。これはいいね。これ桜が満開だったら絶対綺麗だわ。誰にも言えねえ色かな。ちょっとね、雨がひどいんでね、一旦ちょっと先にチェックインしてちょっとゆっくりします。ホテルルートイン津山駅前、
なんでここにしたかって温泉がついてるからですよ。ここはですね、稲葉化粧品店の最寄りの駅になります東津山駅です。じゃあここからねちょっとね稲葉化粧品店まで歩いていきたいなと思います。ちなみにこの駅を出てすぐあの目の前に大きな国道が走ってるんですけども、稲葉さん の, あのソロの曲にもあのルート53っていう曲があると思うんですが、それのモデルになってる、53号線ですね、まあ、普通の国道なんですけども、まあ、すごいねこう田舎の町なんですけども、ここに稲葉さんが住んでたっていうのがね感慨深いですね。このガソリンスタンドの道をですね、左に入ります。ここね、あの道が狭い上に結構車が走るので、行かれる方はねちょっと注意しながら歩いていく方がいいと思います。見えますか、この青い看板、資生堂のね文字が出てるんですけども、はい、到着しました、稲葉化粧品店です。ちょっとね今実はあのお母さん、稲葉さんのお母さんのご紹介でファンの人に車で乗せてもらってね、とある場所に来てるんですけど、こんなね看板がある場所があるんですって教えてくれたんですよ。いいですね、ニューラブと、稲葉サラス。こちらはですね、稲葉さんの母校になります岡山県立津山高等学校の前に来ています。なんかすごくねこう風情のある学校ですね、まあ、中学校と高校が一体化になっているのかな。なんかあのバックトゥザフューチャーの時計台みたいですねここで稲葉さんは学問を学んでですね、その後横浜国立大学に進学されるんですよね。はい、今ですね津山文化センターに来ています。ここ皆さん覚えてますかね、2017年のビーズライブジムインワタウン2017でこう津山でライブをやった場所ですね。独特の外観の建物ですね。なんだろう、柱の形がね、三つ股になっていて、なんかかなり独特なんですよね。で場所がですね、あの津山城のちょうど裏なんですよね。はい、ここはですね、まあ、ビーズファンだったら皆さんご存知だと思います。稲葉さんのお兄さんが経営されてらっしゃる蔵屋ですね、まあ、蔵屋さんね、あのせっかくなんでもう行ってね、行きたいなと思ってねちょっとね来てます。はい、今ですね夜の9時ですね、まあ、今日ねあの約10キロほど歩きましてもう疲れ果ててしまってですね、で、まあ、あの見てた通りねこのホテルの温泉に入ってね、ゆったりしてました。なんでね、まあ、髪の毛もボサボサだし
はい、で今日はですね、皆さんにですね、こう津山のね、僕の観光をね、動画でお見せしたんですけど、いかがだったですかね。いや、本当にね、初めて来たんですけども、どっかこう初めてっていう感じもしないような、そんな不思議な街ですね。なんかこう帰ってきたっていう言い方をするのが正しいのでしょうか。やっぱりね、こう街を歩くとですね、ここは稲葉さん通ったんだろうなっていう場所もあったりとかね雨降って大変だったんですけども、すごくね充実した一日だったかと思います。で、写真は出せないんですけども、稲葉化粧品店行ってきまして、稲葉さんのお母様にもお会いすることができました。こう稲葉さんのお母様ともね、こうやってね写真を撮ることができました。今日はですね、お客様がそんなに多くなかったんでですね、割とね20分ぐらい喋っていただいたのかな。いや、とても楽しかったですね。まあお母様の話もね、もちろん聞いたんですけども、とにかく僕もご子息様の歌詞にどれだけ僕は助けられたことでしょうかっていうね、こともね散々その、感謝の意を、お伝えしておりました稲葉さんのお母様ですね、かなり謙虚な方でした。もう本当にね、もう握手もハグもしていただけるんですけど、ビーズファンの皆様から私パワーをもらってるんですっていう風にね、言われてるのがすごく印象的でした。で、僕はもうお母様に、もちろんね、僕のパワーでよかったらいくらでも差し上げますよなんつってお伝えしたんですけども、今日お母様からすごいね、パワーをいただいたんでですね、なんかすごくいいことがあるんじゃないかなと思ってワクワクしてますっていうこともね、しっかり言ってます。はい、ちなみに僕は3000円以上買ったんでですね、こういうちょっとこうオリジナルバッグ見えますかね、ピンバッジですも、つけてもらってます。で、何を買ったかというとですね、こちらですね、開けましょうか。はい、これからね、夏になってね、紫外線が強くなっていくんでですね、日焼け止めを買いました今年の夏はね、大いに活躍するんじゃないでしょうか。もう1点、稲葉さんのお兄様が経営されている蔵屋にも行ってきました。ドラ焼き買ってきました。桜生クリーム、ちょっと食べてみますね。あ、すごいなんか肉厚ですね。はい、こんな感じで具がたっぷり入ってますね。じゃあちょっといただきます。ね、上品な甘さ。僕生クリームって結構ドロドロのイメージがあったんですけど、このね生クリームはちょっと固めに仕上げてますね。なので舌触りがめちゃめちゃいいですね。で、甘さもくどくないし、本当に美味しくいただけますね。で、このクリームも美味しいんだけど、この皮ですね、この皮が結構ね水分が多めなんですよ。まあそんな感じでですね、今日は津山観光をたくさんさせていただいたんですけども、これから行こうと思われている方ももちろんいらっしゃると思うし、どうしようかな、いつか行ってみたいなっていう方もね非常に多いかなと思うんですけども、まあ車で行ける方は車で行った方がいいですね。で、車で来れるような場所にお住まいじゃない方はですね、岡山か津山あたりでレンタカーを借りることを強くお勧めします。というのもですね、公共機関が電車とバスあるんですけども、まあ、基本ね1時間に1分程度しかないんですよ。一つ乗り過ごしてしまうと大幅に時間をロスしてしまうんでですね、できれば車で行くか、もしくはね駅前の観光センターかなんかでレンタルサイクルができます。まあ1日借りても1000円ぐらいだったかな。こう足回りを良くした方がいいかなっていうふうに、思いました。なんで僕も次行くとすればですね、車で行ってね軽やかに行きたいなと思います。まあ津山ね、本当にね素敵な街です。こう愛知県で言うならばちょっとねこう犬山に近いような雰囲気もありますね。これから行ってみたいなっていう方もね、この動画を通してですね津山にね来ていただければですね、非常にね僕もこの動画を撮ってる甲斐があるかなと思います。はい、それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。さようなら。